新型コロナウイルス感染症対策につきまして申し上げます。本件は、いずれ訪れるであろう第8波に、先手で対応をすべく、すでにさまざまな準備を進めているところであります。本日はこの第8波への備えの一環として着手し、すでに実行に移している取り組みについて、いくつか県民の皆様に、ご報告申し上げます。まず、現在の感染状況についてですが、本日までの、直近1週間の新規感染者数は、1469人と、前週と比較いたしまして、258人の減となり、減少傾向が、顕著となっております。今月20日から27日までの1週間におけます、人口10万人あたりの新規感染者数ですが、こちらは、都道府県の中で、山梨県が全国最少となっております。病床使用率につきましては、10.7% にまで低下しており、医療提供体制には、相当程度の余力が確保できている、状態にございます。これらの状況を受けまして、爆発的な感染拡大のがあった第7波において、医療提供体制の逼迫を回避するために発出をいたしました、臨時特別協力要請ですが、これはその役割を終えたものと考え、予定通り本日をもって終了いたします。これも医療従事者の皆様の昼夜を分かたぬご尽力、そして何よりも県民の皆様のご理解ご協力の成果賜物でありまして、この場をお借りいたしまして改めて厚く御礼を申し上げます。一方、依然といたしまして、さはされながらですね、一定程度の新規感染者が発生し続けている、これもまた事実でございます。このため社会全体としてまだまだ警戒を解く段階にあるとは言えないと認識をしています。基本的な感染防止対策は粘り強く続けていく必要があろうかと思います。また第7波の収束が見え出してきたこの時期にこそ、いつ訪れるともわからない第8波に備えた対策といたしまして、何をするべきか検討を巡らせ、しっかりと取り組むべきを取り組んでいく必要があろうかと考えております。このため通常の協力要請につきましては、所要の見直しを加えた上で、当初の要請期間であります11月30日まで継続をいたします。今回の見直しにおきましては、新型コロナウイルス感染症からお子さんを守るための取り組みの一環といたしまして、ワクチン接種に関する普及啓発をさらに強める内容を追加したいと思います。第7波を振り返りますと、感染者はワクチン接種があまり進んでいない10歳未満で 15% を占めており、家庭内における感染連鎖のきっかけとなる例が多く見受けられました。また今月6日からですが、5歳から11歳までの小児のワクチン接種につきまして、これまでの12歳以上と同等の努力義務が適用されることになりました。第8波に向けた備えといたしまして、この年代の方々の感染を抑制することが親御さんの安心にもつながり、感染の連鎖を食い止めるためにも重要だろうと考えます。そして何よりもですね、感染をされますと今、調査をしておりますが、調査を始めることになっておりますが、後遺症というのも、特に子どもを持つ親御さんにとっては不安、お子さん先々が長いわけですから、不安になるわけですので、私どもですね、ぜひ、ワクチン接種に関してはですね、お願いをしていきたいと思います。ただし、もちろんのことですけれども、接種は強制ではありません。あくまでもご本人、あるいは保護者のご判断に基づいて受けていただく、この原則に変わりはございません。従いまして、ワクチン接種の必要性を十分に知っていただくことで、適切にご判断をいただけるような環境づくり、これが 何よりも重要になってこようかと考えている次第でございます。そこで、
小学校の校長先生方には県と協力をしてワクチン接種の必要性を保護者に説明する機会を設けていただきたく、ぜひともご協力をお願い申し上げます。なお、合わせまして小学校の設置者の皆様にはこの保護者への説明が小学校で円滑に行われるよう何卒ご配慮を賜りますようお願いを申し上げます。こうした取り組みによりましてお子さん方を新型コロナへの罹患から守り、そして繰り返しになりますが後遺症によって長期的な体調不良に悩むリスクから守ってあげたいと考えますので、何卒関係の皆様のご理解とそしてご協力をお願い申し上げる次第であります。次に抗ウイルス薬の有効活用について申し上げます。第7波を振り返りますと本件では適切な投与により重症化を防ぐ効果がある経口抗ウイルス薬の投与の実績、これが少ないということが判明いたしました。第8波に備えまして経口抗ウイルス薬の有効活用の促進などについてしっかりと取り組む必要があろうかと考えております。抗ウイルス薬の適切な投与の必要性につきましてはこれまで専門家会議でも指摘がなされたところですが、この度山梨大学や山梨県医師会、薬剤師会などのご協力をいただき、これら団体と連携をいたしまして、来月医師や薬剤師などを対象とした抗ウイルス薬に関する研修会、これを開催することといたしました。最後に新たなワクチンの本県への配送について申し上げます。一昨日厚生労働省から BA4 および BA5 に対応したオミクロン株対応ワクチンと生後6ヶ月から4歳の乳幼児向けワクチンの本県への配送数量と配送スケジュールが示されました。オミクロン株対応ワクチンですが来月10日の週以降順次約28万回分が、乳幼児用ワクチンにつきましては来月24日の週以降順次約4万回分本県に配送される予定となっております。すでに配分されております BA1 対応のオミクロン株対応ワクチンからの切り替え時期や乳幼児用ワクチンの接種開始日につきましてはまだ国から連絡指示がありませんので判明次第県民の皆様にお知らせしたいと存じます。また各市町村におかれましては新たなワクチン接種開始に向けまして万全の体制構築を何卒よろしくお願い申し上げます。こうした一連の取り組みをしっかり進め第8波の襲来にも揺るがない強靭な社会づくり、それに向けまして引き続き最大限努力をしてまいりたいと思います。本日は以上でございます。